近藤彩の台語真趣味。皆さんこんにちは。各位观众朋友，大家好。台語好，うねのめこめさん。最近入りしにいたのピマ。台湾語講師の近藤彩です。今日は皆さんに台湾語に関してなぜかネガティブキャンペーンをしてくる台湾人に出会ってしまったらどうするかっていう話をしたいと思います。今日お話ししたいことをざっくり分けると3つになります。まず1つ目はそういう人たちがいるよっていうことについて知っておいていただきたい。2番目はなぜそういう人たちがいるのかっていうことについて背景を知っておいていただきたい。3番目はじゃあ実際そういう人たちに出会ってしまったらどう対処するかっていうことについてちょっと考えておいていただきたい。この3つになります。では1つ目ですね。そういう人たちがいるよっていうことについてです。どういう言われ方をするかっていうとですね、大体が、ああそんな台湾語なんかやってもなんか役に立たないからグロリビやった方がいいわよみたいなことを、すいません、なんか実際にそういうおばちゃんがいたのでちょっとその人の真似をしちゃったんですけど、男女問わずです、はい、います。で、これはね、割合としては決して高くはありません。私多分1000人以上は台湾の人っていうのに直接出会って知り合ってきたと思うんですけど、その中でまあ今までそういうこと言われたことがある人が 3,4 人ぐらいなので、まあ割合で言うと 0.3% とか 0.4%、 決して全然高くはないです。はい、なのでまあちょっとまず安心してください。ただいることはいるんですよね。実際にはっきりあんた台湾語よりも中国語やった方がいいよって言ってこないくまでも、台湾語ってでも結局方言だしあんまり書けないし便利じゃないしねみたいな風なネガティブキャンペーン、セルフネガキャンをする人っていうのはもうちょっと割合が多いです。なんか自分は結構喋れるけどなんか周りはあんまり喋ってないとか、逆にまあ喋れてない人が多いかな。なんか周り見ててももう今誰もあんまり喋ってないよみたいな風に言ってくる人とか、そういうのが台湾の台湾人でも結構いるっていうことが、まあちょっと、せっかくこっちが頑張ってやってるのに水差すなやってまあちょっと思うかなと思います。でそこに関して、まあまず当たり前ですけど腹立ちますよね。こっちはさ、せっかく真剣に台湾語勉強しようとしてるのに、なんでそんなこと言うねん。水差すなやこの踊るやんっていうのも、まあちょっと思いますよね。当然です。そうやって思ってくださって全然構わないと思います。まあね、そういう人たちがいるっていうことを知っておくのと知っていないのとでは、かなり最初の衝撃が違うと思うんですよね。で、予備知識として、知ってさえいれば、そういう人に実際出会った時に、ああ来たこれみたいな感じで、まあ済むかなと思うので、ちょっと今回わざわざお話をするっていうことです。では、どうしてそういう人たちが存在するのかっていうその背景についてお話ししたいと思います。ここが重要です。ね、なぜかっていうと、台湾の歴史に深い関係があります。歴史についてまだそれ専門に詳しく話した動画の方は撮っていないんですけれども、ここでは簡単に触れたいと思います。台湾の歴史っていうものをまあ簡単に表すとこんな感じなんですけれども、特に台湾語をはじめとする、本土言語が台湾語、ハッカ語、先住民族の言葉ですね、はこの日本植民地時代、そして国民党政府改元化の独裁時代というその50年プラス40年合計90年にわたって抑圧されてきたっていう歴史があるんです。抑圧って虐げられてきた、いじめられてきたっていうことなんですね。具体的にどういうことかっていうとですね、例えば中華民国政権の時はどうだったかっていうと、学校で喋ったら罰金を払わされて首から方言札
っていうもの、私は方言を話しましたっていうのをかけさせられて立たされたっていうようなことが実際に行われていたわけです。で、そうやって台湾語、客家語、先住民族諸語を話してた人たちは、あ、これは私たちの言葉っていうのは話しちゃいけないんだ、劣ってるものなんだ、中国語勉強しなきゃいけないんだ、そういうふうに思い込まされてきたわけです。もちろんそれこそが中華民国政権がやりたかったことなわけですね。民族の尊厳を奪う、言語を通じて洗脳するっていうことを、まあ、国策としてやってきたわけなんですけれども、それの影響をダイレクトに受けてしまったのが、今の、まあ、50代、60代、70代の、人たちなわけです。もちろん日本植民地時代も教育の場では使うことを許されていなかったし、学校で喋ろうもんなら先生に体罰を受けたっていうようなことも、実際いろんなところで記録として残っています。90年間にわたってそういうふうに台湾語は劣った言語だ、二等言語だ、所詮は方言なんだって思い込まされ続けてきた人たちは、やっぱりそういう意識っていうのはなかなか拭いされないものなんですね。実際には1990年代以降にはそうした本土言語の権利っていうのはですね、復活、復権して、今ではそうした本土言語は尊重しようっていう動きがですね、台湾社会では非常に盛んです。でもやっぱり思春期の感性がみずみずしくて、敏感だった年頃にその国民党政権時代というのを経験してきた世代にとっては、なかなかその印象を拭い去ることって多分できない、難しいんだと思うんですよね。だから冒頭に挙げたような、いや台湾語なんかやってもいい意味ないから中国語を勉強した方がいいんじゃないのっていうような認識になるわけです。あと、こうした人たちの発言の根拠の一つになっていると思うのが、台湾語の書き言葉としての発展に関して、まあ、ちょっと普及しきれてないっていうところがあるかなと思います。実際にはですね、台湾語の表記法に関しての動画で、お伝えしたように、台湾語にはしっかりした表記法っていうものがあります。漢字とローマ字。それぞれを、まあ、その人それぞれの割合でミックスして書くっていう、全部ローマ字で書くこともできる、全部漢字で書くこともできる、混ぜ混ぜに書くこともできるっていう立派な表記法があるんですけど、これを知らないっていう台湾人が結構な割合いるんですね。特に1997年にやっとですね、初等教育が始まるんですけれども、それ以前に教育を受けてしまった人に関しては、台湾語ってローマ字で書けるのっていう反応する人が結構少なからずいるんです。で、そういう人たちにとって台湾語っていうのは書くことができない言語だっていう思い込みがあるんですね。で、そうすると、喋れるけど書けない、書けないイコール不便、不便、そんな言語をやるの無駄みたいな発想になりがちなわけです。ですが、これはこれからですね、台湾語の表記法っていうのが、このだんだん広まっていく、普及することによって、そういうふうな思い込みっていうのも少しは薄れていくんじゃないかなと思う。つまりこうした人たち自身には罪はないと私は思います。でもそういう考え方の人というのがこれから減っていく、そしてそういう認識が薄まっていってほしいとはすごく強く思います。実際ですね、世代が変わると昨今の若い人たちっていうのは本土言語に関してはかなり真逆に近い考え方を持ってる人たちが増えてきています。本土言語、台湾語、客家語、先住民族諸語は尊重されるべきものだし、喋れるとかっこいい、逆にちょっと不得手な自分が恥ずかしいみたいな、だから大学に行って、もしくは大学院に行った時に学び直すっていう人まで増えてるんですね。実際私11月に、台湾の世耕大学の台文研究所っていう台湾語を研究している専門の機関があるんですけれども、そこでちょっとスピーチをさせていただいた時に、いろんな若い人たちがそこに登壇してスピーチをしてくれて、
まあいろんなバックグラウンドがあるんですけど、大学で学び直したっていう人たちも結構いたんですよね。で、そういうような社会の認識っていうのは台湾の国内ででもものすごく変わってきているっていうことを、まあ皆さんにも知っておいていただきたいですし、今後に期待したいと思っています。はい、では3番目ですね。実際にそういう人に遭遇してしまったらどうしたらいいのかなっていう、ちょっと対処法を考えてみようっていう感じなんですけど、私のおすすめの方法は、まあじゃあ3つぐらいかな。まず1つ目は軽くいなす。もうなんか軽く受け流すみたいな感じで、もう何を言われようが、まあなんか、ああ、ほうほうほう、へえ、あとみたいな感じで、そのループでいいんで、もうなんか聞き流す、そしてその場を去るみたいなのが、まあ一番楽かな、省エネかなと思います。はい。で、2番目は、もうめんどくせえと思ったら、ああ、我已经会讲中文了、所以不用再说了、とか言って、中国語で擬態するっていう。過去が喋れる人は、まあこれを言っちゃえば、その場で会話が終わるんで、まあ一番楽。楽っちゃ楽っていうか、サクッと終わるという意味では、まあこれも一つの手だと思います。三つ目は、これはちょっと勇気がいるかもしれないんですけれども、そういうネガキャンを言ってくる人に対して、え、知らないの？今最近すごい台湾語って人気なんですよ、みたいなポジティブキャンペーンを逆に貼るっていうね、反論ができたら一番かっこいいですよね。ね、うん、あ、俺も在よ、うん、し、こう、最近、大義超人気やねっていうようなことが言えたら、まあマジかっこいいなと思うんですけど、まあ勇気がある人は試してみてください。はい、ここまでですね、台湾語ネガキャン人に出会ってしまったらどうするかっていうことについてお話ししてきました。まとめちゃうとですね、まあ出会ってしまってもあんまり気にしないでくださいねっていう、まあこれに尽きるかなと思います。そしてその人たちにも個人の、そして歴史的な背景があるんだっていうことで、その気持ちにもまあちょっぴり理解をしてあげてほしいなとも思います。で、大事なのはですね、そうやってネガキャンしてくる人よりもむしろ台湾語こちらが学んでるってことについて、おー、リチョウが今回いい、あ、レテオ大いいよって言ってすっごく喜んでくれる台湾の人がその何十倍もいるっていうことなんです。なのでそっちの人たちの気持ちの方をぜひ汲み取ってあげて、で、全然台湾語を学ぶことに何ら恥じることはないので、ぜひぜひこれからも楽しく台湾語を勉強していっていただきたいなと思います。それでは今日の動画はここまでです。感謝收看、再会、はい、拜見、うねなめこめさん、バイバイ。